はい、どうも皆さん、こんにちは。こしあんです。はい、今日もシーズンマッチやっていきましょうということでね、補正はこんな感じです。まあ、HP が上がったりアタックが上がったりしてますねってことで、今日使うデッキはこれです。はい、今何かと話題の、ささやきのあのトップデッキデータベースに載ってるデッキですね。まあ、データを信じろってことでね、まあ、今日はこれを使っていきたいと思います。まあ、強いか弱いかはね、よくわからないんですけど、まあ、みんなが言うにはね、なんでジークが入ってるんだとかいろいろ言われてますけどね、僕はびっくりするのはこのアラジンですね。このアラジンも入るんかいっていう感じで見てるんですけどね。まあ、やれるのかやれないのか、まあ、わかんないですけど、まあ、とりあえずね、まあ、丸々パクってやってみましょうということで、これでやってみたいと思います。まあ、できればジークに活躍してほしいっていうのは僕にはありますけどね。まあ、やっていきましょうってことで、今日も楽しんでおそれにやっていきましょう。いきまーす。はい、対戦よろしくお願いします。コンバットにはちょっときついかな。コンバットはちょっと、いや強いけど、どうすんのこれ。とりあえず、いや普通に攻めていこっか。アポロもいるし、ただね、もう何全てにおいてね、意味なさないですからね。全て無意味じゃん。全てを透かされていくっていうね、このあのコンバートの悲しさ。どうすんのこれ。まあ、とりあえずそう来るんだったら、まあ、痛いですけど、ティタ置きますか。大丈夫、このティタがね、優秀なんで、しっかりと特殊をカットして。いや、でも 90% か、 90% にするだけか。微妙すぎる。いやー、すべてを透かされていくぜ。きっちー。避けられない戦いならば。フォース？とりあえずフォースでどうにかしてやってみるみたいな。あー、オーラ引いちゃった。乱体か。まあいいや。きっつ。きっちー。バイセかな、ここは。あ、やべ、これダブコン作られるだけだ。いや、でもいいな。あの、一回ガブのコンボ使うんで。もうしょうがない、ここは。まあ、そう来るでしょう。な、分かってんだよ、そんなもん。とりあえず。打てるな。打てるけど、打っときますか。おら、くらえ。バカ力、スーパーバカ力。耐えてけ、ここで耐えてけ。パワー見せろ。いけたんじゃね、これ。これいけたんじゃね。アポロンで2、4、2、4、6、7体、7体ってことは3500、4000。いったー、これ絶対いったー。いけ、アポロン、お前の力見せろ。強。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さよなら。さよなら、さよなら。どうしろって言うねん。まあいいや、普通にやっていきますか。いや、ガブ出したくないけどな。もう行くしかねえや。厚すぎや。くそ。あえて X に行ってみます。はい、ガブックス。どうしようもないな、これ。いや、諦めちゃダメだ。諦めちゃダメだ。頑張れ。今ね、ちょっと聞いてないですよ。先生、聞いてない。僕、そんなん聞いてないよ。やめてよ。でかっ。50% の野郎が集まりやがった。ふぅ、ダメージがいくぜ。これで十字中火火炎なんてきたら、僕、死んじゃう。やめろー。全体火炎でもきついですけどね。はあ、もうきついんじゃ。
よく燃えますね。なんか来い、なんか来い、なんか来い。バイセかよ。バイセちゃん、もうこれジーク打ちまーす。じゃあジーク打つしかないかな。どうしよう。これどうしよう。ジーク当てられるのかな。目に見えてるからな。これで勝てたら奇跡に近いな。相手が S 駒引かなければっていう話じゃないですか。これこそかなりきつい。諦めちゃいけないですよ。まだ何がある、僕には何があるんだ。いてー、はい、ほうほう、何も発動しねー。どうすりゃいいんだよ。マジでここの日陰弱すぎる。うんてってやんけ。まあ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 。頑張って頑張りましょう。頑張れ。 50% に行かれないとこいつら発動しないんだって。おやじさんどうにかして頼むね。3枚返ししちゃおう。もうはい、えぐいぜ。詰めてきます。もうこれしか対応ができん。僕にはけど、こっからどう飛ばすって言われたら飛ばし方もようわからんじゃ。助けてください皆さん。バカ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 、ダメだってそんな。火力おかしいって。はい、まあ、とりあえずエンレガぶちかまして、はいはいはい、はい、どうトライ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 エンバース。まあお相手はもう打つところ決まってますからね。取りましょう、それは取りましょう。アポロン、お前今は遅いよ。これどうしますか。まあでもここ打つしかないんじゃないのかな。耐えろー、耐えるんだ。これトゥポンが出てこなければワンチャンあるんじゃないか。日陰 1.6 倍、いやないな。角来て、角角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 、お願い角角に来い。わからない、これアラジンで飛ぶのか。避けられない戦いならば行ってこいアラジン。そうだ、お前の力を見せろ。いったー。強っ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ウォービウサニア、これどうなんだろう。うわ強っ。強いけど、強いけど。リブテンにはね、あんまりね、ささやきは強くないんですよね。やっぱり召喚駒対決では負けるっていうのがある。だからまあ消しに行きますか、リブのくさびを。もうご利用し無理そうだもんな。はあ、行きましょう。いやでも今消したところでなんだよな。無理か。攻めるしかないか。きついなこのガラム。ガラム邪魔や。ああ終わった、それは終わった。助けてー、ティータ助けてー。ウェディングドレス似合ってますか。ここのガラム弱え。そして金魔門が強すぎる。
いやー、やべって、やべっぺ。まあ倍数打っときますか。とりあえず倍数。キン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 してんじゃないよ。うん、ジークの打ちどころとウンディーヌの打ちどころがわからなすぎる。僕はどうしたらいいんだ。これは。まあそれならまだいいな。 X かな。キンマモムのコンボも食らえないしな。来たか。こっちかな。いやー、ダメージすっかな。これは 50% 以下か。じゃあまだまだ発動しないな。ピー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 。ああ、運気で取ってくんねえかな。取らないっすよね。ティタを置いとくのが一番ではなかろうかと思ったけど、いや、ここ一発ジーク決めちゃいます。全然ダメージ出ねえ。なんだこれ。びっくりこいたわ。びっくりしたね。あまりのダメージのなさにびっくりしちゃったね。さあ、お相手さんはどう来る。はいはい。まあ、そう来たんだったらありよりなり。いたいた、やば、ダメージエッグ。まあこうかな。でビナ打たれる前に一発アポロン決めときますか。まだ打つね。ビナ、ビナ打つなよ。まだ打つんじゃない。できれば A4 とかに打って、あ、B4 とかに打ってほしい。まあ、そんなことはしないと思うから多分。あ、マジか、ダブコン？マジっすか？発動する？それ。いいんじゃない？そして、僕はフルチャージアポロン。いきます。バカポロン、いけー。うおー。ブワーク。えぐ。えぐ。来てますね、これは。来てます、来てます。勝ちました、勝ちました。マジかよ。いけるっしょこれ、デガで。はい。マジか、勝つのか。あれ、このデッキ、あれ強いのか、もしかして。トップデッキデータベースは合ってるのか。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。あー、ついに終わったか。ついに終わっちまったか。しょうがねえかもしれねえ。これは。まあ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 。ここまでよく頑張ってくれたと言えましょう。ガブリエル。まあそれでもね、僕は頑張ってこっちから行きますけど。ワンチャンにかけましょう、ワンチャン。まあ、X でしょう。レオンハルト X。まあ、まだね、オーラ引かれてないのが、オレピー。はい、あー、これはバイスだな。はい、こっちこっち。で、次、ウンディーネ置いて、ウンディーネとジークを起点に攻めていく。あ、かなり引いちゃった。やめてよ。オッケーオッケーオッケー。まあ、そっちだったらまだいいか。なんか来い、いいの来い。え、アポロンかい。まあウンディーヌ打っときましょう。これね、いつか生きるはずさ、このウンディーヌが。とりあえず今のうちはね、どうにかしてもらっといて。まあですよねー。いや、これはもうジーク打つしかないわ。
だからどうしたって話なんですよね。ダメージ量すっくな。やばいって。どうすんの？魔力を降り注げ。これまでか。ピエー。避けられない戦いなの。ふう、どうしよう。こっちか。で、で、どうする？僕どうする？2発耐えれるこれ。とりあえず毒じゃないな。特殊。何でもいいから。お願いします。それは取らないとダメ。死んじゃう。いや、いけ。頑張れ。これ2手耐えられますかって話なんですよ。僕がもうデバフも切っちゃったしですよね。いや、きつそう。それさあ行きましょう。まあ、かけるならこっちか。いや、無理だな。いや、無理だ。それは耐えられないな。ふう、えぐいダメージ出たぜ。はい、対戦ありがとうございました。まあ、こんなもんか。はい、対戦終わりました。まあ、負けるまでやってったんですけどね。なんか3連勝できましたね。まあ、やっぱコンバートはちょっときついっすね。ガブリエルがないようなもんですからね。まあ、さっきの試合も、まあ、ティターニア引けたらどうにかなってたのかな。いや、どうにもなってねえな、ティターニアだけじゃ。まあ、でも、なんでしょう。なんで勝ってたのかは僕もよくわからなかったんですけど、なんだかんだでやれました。うん。まあ、っていう感じですね。あとは何も言えないっす、僕。よくわかんないんで、このデッキ。でも、まあ、ね、まあ、トップデッキデータベースがどんなね、参考にして作ってるのかわかんないんですけど、まあ、まあ、勝てるは勝てるっていうのが証明できたと思います。まあ、引きにもよるんですけどね。ということで、まあ、今回はね、こんな感じでね、トップデッキデータベースに載ってたガブささやきの、デッキを使っていきました。ってことで、よかったと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。